楽ユニット今夜あの街からの中心人物であるノラが現在4ヶ月連続新曲リリース企画を実施中だ。その第3弾は6月28日発売のジョン・ヤケトリープロデュースによるダークポップなナンバー、醜い化け物となる。これまで作詞、作曲、編曲、ミックスまで自身で手掛けてきたノラが制作面すべてをジョン・ヤケトリーに預け、自らはシンガーとして歌うことに集中した作品が醜い化け物だ。きっかけは2023年末にジョン・ヤケトリーがパーソナリティを務めるラジオ番組にノラがゲスト出演したこと。そこから交流が始まり、ノラの熱烈オファーによって今回のコラボが実現したという。ユニット今夜あの街からとは異なるソロならではの楽曲に挑戦してみたいというノラの思いが込められた同作は、イラストやメガボルトを含めたビジュアル面の制作をイラストレーター崎山に依頼。これはジョン・ヤケトリーからの提案だったという。6月21日には楽曲リリースに先駆けてメガボルトも公開予定だ。なお本日より主要音楽ストリーミング&ダウンロードサイトにて同曲の先行追加プレアド・プリセーブ受付がスタートしている。ノラは7月13日東京渋谷グリッドにてソロ初ワンマンノラジュークボックスを開催する。同公演にて醜い化け物が生初披露される予定だ。4ヶ月連続リリース第3弾醜い化け物プロデュースとジョン・ヤケトリー2024年6月28日金曜日配信開始先行追加プレアドプリセーブhttps://yorumachi.lnk.2/minikubakemon 大作詞、作曲、編曲、ジョン・ヤケトリージャケットデザイン、崎山、星空フロム今夜、あの街から、ワンマンライブ2024、ノラ、ジュークボックス2024年7月13日、土曜日東京、渋谷グリトパン17時30分、スタート18時スペシャルゲスト、ウィズ、ニック、オールアットワンスチケット全自由4000円、税込み整理番号順入場ドリンク代別、E プラスにて発売中 https://eplus.jp、SF、ディテール、40億7798万1、P00300001。